どうも、エイクベーコンです。今日も張り切って参りましょう。ありがとうございます。ピシッシュワー、乾杯。いやー、もうね、だんだんと蒸し暑くなってきてね、長い冬が終わって春が過ぎて、いやもう梅雨入りかいっつってね、今年も5月でもう梅雨入り。いやいや、もう暑いしムシムシしてますね。いやでもね、こういう時は本当に冷たい冷たい缶ビールで乾杯。トゥク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 、シュプワーってね、飲みたいよね。で、本日の議題、ピロン、どうして宇宙船で乾杯、ビール乾杯できるの。いやー、いきなりもう宇宙に飛び立ちましたね。イックベーコンも宇宙を話題にするとね、どんどんとまた視野が広がるね。いや嬉しい。宇宙での滞在期間が長期化、宇宙での滞在期間が長期化するにつれて宇宙食も進化してきた。もちろん地上と同じレベルの味を期待するのは難しいとはいえ、ステーキやピラフ、スープといった食品から果物、デザートまで多種多様な内容になっている。もちろん飲み物の種類も豊富に揃っており、コーヒーや紅茶、ホットかアイス、ストレートか砂糖入りかなどが選べる。宇宙飛行士たちが飽きないように工夫されているのだが、残念ながらこの中に炭酸飲料が入っていない。宇宙船では炭酸飲料を飲んではいけないからである。炭酸飲料ということはもうビール飲めないよね。ましてやハイボール、シャンパン、まあそんなパーティーなモードを宇宙船でね、見た映像なんか見たことないけどね。炭酸飲料は開封と同時に液体から炭酸ガスが弾け出す。プシュワー、いや、トク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 、いやもうそうね、あの映像しか思い浮かばん。それがあのシュワーッと泡立つ小さな気泡だ。しかし無重力状態では炭酸ガスが出ていくことができずに、泡は液体の中にとどまったままになってしまう。すると泡が膨らみ続けて液体が容器から溢れてしまうことになり、非常に危険な状態に陥る。前述したように宇宙船にとって水は大敵だからである。前述って、そう、水はね、宇宙船ずっと漂うわけで、なんかもう機械に故障したりとか、あともう自分の体の中にとどまって窒息してしまう危険性もあるわけだ。だから宇宙船内にとっては水は本当に油断ならない大敵である。したがって炭酸飲料を船内に持ち込むことは禁じられているのだ。ただし特殊な容器を開発して実験用にコーラを積み込んだケースがある。いやもうアメリカコーラ好きやろってね。当然のことながら地上と違って炭酸飲料独特のあの弾けるような爽快感は味わえない。宇宙船には冷蔵庫がないので生ぬるいものしか飲めなかったという。へえ、冷蔵庫ありそうやけどね。冷蔵庫ないっていうのはまたこれもね、興味深い話よね。でも生ぬるいまま、じゃあもう皆さん生ぬるいジュースを飲んでるってことかな。乗組員からはかなり不評だったらしい。これコーラのね、本当に生まれた経緯とかもね、またね特集したいけど、本当に最初はね生ぬるいコーラからね薬品として出てきた時、やっぱ冷蔵庫のね発達進歩ってすごかったと思う。それにソーダを入れてめちゃくちゃうまーってなったと思うし、もちろんビールもそう。もう本当にあの生ぬるいビール、もちろんドイツとかねヨーロッパではあの黒いビールをねもうぬるいまま飲むのがね、ナウとされて、ナウいねと思われて、いやもちろんあちらでは味わいがね、やっぱこう冷たくすると味わいがこう飛んじゃうんでね、ワインとかもそうやけど、ビールは日本のビールとかね、ピルスナー、ドライ、もう本当に
冷たくしてシュワッとして飲むのはね、うまいよね。ちなみに宇宙船の中でも普通にコップに入った液体を飲むことはできないため、アルミ製の容器にストローを刺して飲む。めちゃくちゃ厳重やな。もうすごい、アルカトラス。もうビールのアルカトラス、あ、ビールちゃうね、飲み物のアルカトラス。刑務所、ストローにはクリップがついており、液体が漏れてないように工夫されているのは言うまでもない。めちゃくちゃ厳重。すごいね。でもそれぐらいやっぱ危険性を帯びて命がけやもんね、飲むのも。いや今後もね、なんかエグベゴなんか取り上げてほしい話題などありましたら、ぜひなんかコメント欄にもね、なんかね、書いてもらえると嬉しい、励みになるしね。なんかちょっとずつなんか再生数もね、本当に今アドリブでこういう動画を作ってるんだけど、なんかやっててやっぱ楽しいし、これからもねよろしくね。いつもありがとう。高評価フォローよろしくお願いします。